富士はじめ神社は、新潟県村上市にある神社。旧社格は、県社。徳川家康の異母邸であり、村上半祖、内藤信成と、歴代上司を祀る。境内地前域が国指定史跡、村上城跡に、社殿及び付属建造物が、村上市指定文化財及び、村上市歴史的風地形成建造物にも、指定されている。 村上城内三路丸に鎮座し、村上藩の藩主内、藤江海祖、内藤豊前主神聖及び、歴代城主を主催神として祀る神社である。信成は、徳川家康の異母帝とされ、戦国時代から江戸時代前期の武将、不代大,大名であり、徳川十七氏の一人、後世の村上藩主内、藤江の不幸に際し、過祖、信成を祀る霊廟として建てられた。 創建の古事に加え歴代城主が子孫繁栄とカウン長久を記念してきたことから安山や子育てにご利益があるとされているほか武家の神社であることに加え社殿が城主巨漢から裏木門に位置していることから役除け将軍の神としても信仰されている城下町の面影を今のお色濃く残す同士において城主を祀る同社へは市民から熱い数計が寄せられている 内藤信成肖像がない、藤家四代、信吉の後継ぎには、着手信貞が定められていたが、わずか十三歳で病死する。急遽一神が家督を相続するも、一神の子も合わせて五人が創生する。続けざまに起こる家の不幸を払いのけようと、教法二年に江戸内藤家庭内に、過疎、信成を祀る霊廟を作り、藤はじめ神社と称したのが始まり。 教法も連に、一心が初代村上藩主となった後、七代藩主で、江戸幕府老中の紳士により、開栄2年に江戸藤本神社から分礼を潜座し、現在の社殿を建立した。合わせて、在来の八幡大臣及び、木内杉志丸に鎮座していた稲荷大臣を行し社殿は、木内と城下の境目に立ち、村上上主の館から、 裏鬼門の方角に建てられていることから、藩の鬼門封じの意味合いを持っていると考えられている。明治6年に孫社に列せられた後、村、上本町新町の菅原神社の社殿廃退により、菅原大臣を合志し、大正6年に県社へと昇格した。現在では、旧村上市街地において、学問の神、菅原道真を唯一祀る神社である。平成5年に、 村上城の遺構として、境内地全域が国指定史跡、村上城跡に指定された。昭和55年には、社殿及び付属建造物が、村上市指定有形文化財に、平成28年に、同市の歴史的風地形成建造物に、指定されている。家康を祀る日光東照宮と同じ、神社建築様式である権限造りにより、建てられており、 正面に空門を設け周りに、源氏部を廃し、廃殿と本殿が、石の間と呼ばれる石畳の廊下により繋がれている。創家や木づによる社殿には村上が生んだ名称、アリーソ周が、かごりと呼ばれる技法を用いて、8年もの歳月を、費やした彫刻が数多く施されており、現在では、村上市の指定有形文化財に指定されている。また、 微礼な状態で見つかった建築時の上、胸札からすべてが村上町州の手により建てられていることが判明し、これは当時の村上地方の建築技術水準をお伺い知ることができる点においても価値が高いと言える。拝殿扉の変額には内藤や浦河門の軍配断線を拝殿内の釘隠しには内藤家の印、万字が打たれている。また、 境内の石垣は、村上城の石垣と同じカシオの石が使われている。令和2年9月19日に、村上藩主内藤家立藩三百年記念事業が行われ、聖堂大道路が復元された。聖堂大道路は、嘉永2年の神社建立の時に、村上藩過労州より寄進されたものだが、第二次世界大戦の金属回収令により、失われる。 復元されたことによって、混流当時の境内の姿が再び蘇った。その他、境内に存在する、建築物を下記に列挙する。村上の歴史、文化、食を支えてきた、酒に感謝を込め、酒の魂を供養する。ありがとうございます。